You can enjoy this video in high quality. Yan K.皆さんこんにちは、ジャパントラベラーのマテンローです。今回は世紀の浮世絵師歌川広重東海道53次を巡る旅をお届けいたします。この動画は視聴者の皆さんが実際に旅をしているような仮想体験する番組です。どうぞお楽しみください。歌川広重。歌川広重は江戸時代の浮世絵師、本名は安藤重右衛門である。かつては安藤広重とも呼ばれていましたが、安藤は本姓、広重は号であり、両者を組み合わせて呼ぶのは不適切で、広重自身もそう名乗ったことはありません。江戸幕府、定火消し同心の安藤家に生まれ、家督を継ぎましたが、その後、歌川豊弘に入門、美人画や役者絵を描く浮世絵師となりました。天保2年1831年頃から東都名所などの風景画を手掛けるようになり、天保4年1833年東海道53次など風景を描いた木版画で大人気の画家となり、葛飾北斎と庶民の人気を二分したとされ、ゴッホやモネなどの西洋の画家にも影響を与えたとされています。東海道53次は江戸時代に整備された五街道の一つ、東海道にある53の宿場を指します。古来道中には風光明媚な場所や有名な名所旧跡が多く、浮世絵や和歌俳句の題材にもしばしば取り上げられました。なお53次と称す場合は、東京日本橋から京都三条大橋までの道のりを指します。それではご覧ください。歌川広重の東海道53次保栄堂版です。タイトルは出茶屋の図。27番目の宿場町は袋井宿、現在の静岡県袋井市袋井51付近です。タイトルは天竜川図。28番目の宿場町は見附宿で、現在の静岡県磐田市見附付近です。タイトルは冬枯れの図。29番目の宿場町は浜松宿、現在の静岡県浜松市中区天満町付近です。タイトルは今切り神経。30番目の宿場町は舞坂宿、現在の静岡県浜松市西区舞坂町舞坂付近です。タイトルは渡し船の図。31番目の宿場町は新井宿、現在の静岡県湖西市新井町新居付近です。タイトルは潮見坂図。32番目の宿場町は白須賀宿、現在の静岡県湖西市白須賀付近です。
タイトルは、サルガババ。33番目の宿場町は、二川宿。現在の愛知県豊橋市、二川町中町付近です。タイトルは、豊川の橋。34番目の宿場町は、吉田宿。現在の愛知県豊橋市、宇多木町付近です。タイトルは、旅人とめ女。35番目の宿場町は、五湯宿。現在の愛知県豊川市、五湯町、三好付近です。タイトルは、旅車掌譜の図。36番目の宿場町は、赤坂宿。現在の愛知県豊川市、赤坂町、紅里付近です。タイトルは、某バナの図。37番目の宿場町は、藤川宿。現在の愛知県岡崎市、中町北付近です。タイトルは、矢作の橋。38番目の宿場町は、岡崎宿。現在の愛知県岡崎市、天満通り付近です。タイトルは、鹿馬市。39番目の宿場町は、知立宿。現在の愛知県知立市、本町付近です。タイトルは、名物、有松絞り。40番目の宿場町は、鳴海宿。現在の愛知県名古屋市、緑区鳴海町根小屋付近です。タイトルは、熱田神事。41番目の宿場町は、宮宿。現在の愛知県名古屋市、熱田区神戸町付近です。タイトルは、七里の渡し口。42番目の宿場町は、桑名宿。現在の、三重県桑名市、東千波町付近です。タイトルは、三重川。43番目の宿場町は、四日市宿。現在の三重県四日市市、北町付近です。タイトルは、石薬師寺。44番目の宿場町は、石薬師宿。現在の三重県鈴鹿市、石薬師町付近です。タイトルは、白雨。45番目の宿場町は、小野宿。現在の三重県鈴鹿市、小野町付近です。タイトルは、雪晴れ。46番目の宿場町は、亀山宿。現在の、三重県亀山市、東町付近です。タイトルは、本陣早立て。47番目の宿場町は、
関宿、現在の三重県亀山市、関町中町付近です。タイトルは、筆捨て峰。48番目の宿場町は、坂の下宿。現在の、三重県亀山市、関町坂下付近です。タイトルは、春の雨。49番目の宿場町は、土山宿。現在の、滋賀県甲賀市、土山町北土山付近です。タイトルは、名物鑑評。50番目の宿場町は、水口宿。現在の、滋賀県甲賀市、水口町元町付近です。タイトルは、目川の里。51番目の宿場町は、石部宿。現在の、滋賀県湖南市、石部中央付近です。タイトルは、名物立て場。52番目の宿場町は、草津宿。現在の、滋賀県草津市、草津付近です。タイトルは、走り茶店。53番目の宿場町は、大津宿。現在の、滋賀県大津市、御幸町付近です。タイトルは、三条大橋。宿場町は、到達地点の、京都宿で、現在の、京都府京都市、東山区大橋町付近です。ご視聴、ありがとうございました。いかがでしたか？これからも、人気の観光地や、あまり知られていない場所など、実際に旅をしたような動画を配信してまいります。よろしければ、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、また次回会いましょう。